何があんな強い相手は初めてだ。だこんな小娘小指一本で十分。そんなバカな胸だ。こりゃ柔らかい。すぐ返したらもったいないや。しばらく味わっちゃおっと。どうした佐々木、早く外さんか。まさかあいつわざと。佐々木に来たねば。てめえそれでも首相か。焦るなって。さてそろそろ。おい、あら、ジョア。外れない。そんなバカな。こんな女の子に抑え込まれるなって。俺は全国大会第3位の佐々木だ。10秒経過。佐々木、なぜだ、なぜ外せない。まるで岩でも乗っかっているようだ。俺は10年間も柔道をやってきたんだ。こんな女の子に抑え込まれたら俺の10年間はどうなるんだ。20秒あと10秒だ。9秒8秒7 6 5 4 3 2 1。武蔵山高校の団体勝ち。はあ、やっと終わったわ。普通の女の子になって、私はキャー、しぶとい。お母さん、
姿まま。これは場外か。大内狩りでとどめだ。私は負けない。あなたの結婚式のセレモニーに水を差すようだけど、この勝負もらった。熊が一本背負いに行くとき、必ず左手で右袖を取りに来る。そのとき山田の腕絡みが決まる。あなたの得意技で、あなたの一本背負いで、猪熊さん、お願い頑張って。決勝戦は私たち二人で試合するんだから。藤子さん、あと猪熊の小外刈りに大神バランスを崩す。そのまま猪熊一本背負い。今だ今ですわ。大神左から入った。猪熊全く無防備だ。
左に黄金の輝きを持っている。黄金の左だ。黄金の左、なんて私らしい響き。これが私の黄金の左。本神なんと左打ち場だ。あれが表示器。負けてしまい、猪熊矢原破れたり。一本、それまで。猪熊背負い落とし一本。しっかり先手必勝、狙い頭よ。なにこれ、すごい、こんなに立ってられる気がしない。有効なんかで私たちの対決に決着をつけられてたまるもんですか。残り15秒、逃げたら許しませんわ。勝負なさい、猪熊矢原。さあ、正義の死闘もこれが最後の最後だ。ポイントリードを守り抜くか猪熊、大逆転なるか本阿弥。始め、勝負、猪熊矢原。攻撃と防御はバラバラだ。わかった。そういうことだったんだわ。モテガリや占いが有効になったのは攻めあぐねていたんじゃない。イノクマコーチ、最高に楽しかったぞ、わざ。本当に楽しかった。それから1週間後、矢原さんの国民栄誉賞の受賞が発表された。
そして俺は